こんにちは、粟田洋介です。今日はこの T ペンというものでこのバッグに絵を描いていきます。 T ペンは洗濯しても落ちない布に描くためのペンです。 T ペンで検索すると出てきます。手軽に使えますが、人によってはちょっと使いづらいかもしれません。工夫次第でいろいろな使い方ができるので、この動画で私が勝手に考えた簡単な方法を紹介します。これは手提げでも使えるし、リュックにもなります。なんか便利そうですね。これは結構大きいので、絵を描くのもちょっとした対策になります。この T ペンっていうのは、私が布に絵を描くときによく使っているペンです。ペンっていうか、この中に樹脂のインクが入ってて、で、この穴からそのインクが出てきて、こうやってギューってやりながら、ギーって、ね、描けるペンです。ここを平らで描きやすくしたいのと、あとは裏に映ってしまうことを防止するために、この中に厚紙を入れます。こんな感じで厚紙を入れて、この部分に絵を描いていきます。この蛍光タイプのバイオレットっていうのを使っていきます。いろんな色があります。結構これ詰まっちゃう時があるんで、こうやって替えの、なんて言うんですか、これはキャップ、替えのキャップをちょっと私は結構取ってあります。これとかも詰まって固まっちゃってるんですけど、なんかまとめてこうやって入れといて、これが乾いた時にクリップとか、クリップはこの穴の大きさとちょうどいいので、こんな感じで乾くと綺麗に取れます。で、これは後で他のペンが詰まった時に再利用します。こうやって適量を出して、筆でこうやって伸ばしたりもできます。この T ペン、今のところ黒、グレー、青、蛍光のブルーとメタリックのグリーン、それからメタリックブロンズと、ここ書き始め蛍光バイオレットで7色今のところ使っています。この T ペン、興味がある方は T ペンって検索していただくと出てきます。開けてないのはこんな感じです。 T ペン、ある程度細い線でも書けますし、さっきみたいに筆で塗ることもできますし、直接描くより細い線で描きたかったら、こういう細い絵の具の先で描くと、もっと細い線が引けます。で、色と色を混ぜて使うこともできるし、使い方は工夫次第でいろいろできると思います。まあ、ちょっと結構色いっぱいあるんで、いろんな色を使って続きを描いていこうと思います。Thank you.
ダメです。ゴールドですね。これはキラキラして綺麗です。このまま分厚いまま乾かすとこの白いのが透明になって盛り上がってキラキラになるのですが、私は筆でこうやって潰して平らにするのが好きです。どう仕上げたいかでやり方が変わってきます。塗った上にラメを塗るとまた違った感じに見えます。ダメだよ、そこだったら。黒とグレーを混ぜて濃いグレーを作ります。この細い筆で描いていきます。最後はこの星にラメを塗って仕上げです。ではこんな感じで完成しました。これはヴィクトリアの秘密というタイトルです。ヴィクトリアの秘密なんて下着のブランドのヴィクトリアシークレットみたいなんですけど、実はそこから撮っていて、ご存知の方多いと思いますが、ヴィクトリアシークレットっていう歌があって、その歌がすごいいいなと思って、普通こういうバッグとかに描く絵にタイトルとかも付けないんですけど、ヴィクトリアの秘密っていうタイトルの絵が描きたいなと思って、ちょっとここで描いてみました。そのヴィクトリアって言えば、ヴィクトリア女王の再起の秘密っていう映画があって、なんかその映画もすごい良さそうで、予告を見てちょっと涙が出ちゃったんですけど、それもちょっと見てみたいと思っています。なんかちょっと関係ない話になってきちゃったので、今回の動画は終わりにしようと思います。今日はこの T ペンでこのナイロンの布のバッグに絵を描いてみました。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンを押していただけるとありがたいです。それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。